はいこんにちは。藤井武雄です。今回ご紹介するのはこの PPO というアプリです。これはリアルな AI アバターを用いて高品質な動画コンテンツを作れるテキスト,トゥービデオアプリなんですね。でテキスト,トゥービデオアプリという言葉、えー、聞き慣れない方も多いと思いますが、要は入力した文章をもとに動画コンテンツを作ることができるアプリなんですよ。で、オンライン講座の講義動画とか、チュートリアル動画とか、ナレーション動画や YouTube の動画作成といった幅広くいろんな用途で使える アプリ、それがピピオなんですね。で、実際にこのピピオで作った動画をご覧ください。はい、えー、こんにちは藤井武雄です。この動画は Twitter でシェアするためのテスト用です。このようにピピオを使うと非常に自然な AI やバタ動画を作成することができます。で、通常の場合ですね、こういったナレーション動画のようなものを作るとなると、やはり出演する俳優さんを雇ったりとか、撮影機材を揃えて、照明器具を揃えてっていう。 しかも何度も取り直すってなるとお金も時間もかかるわけですよね。ただこの PPO を使うと予算を気にすることなく、えー、まあ自由に俳優さんを選んでですね、えー、またボイス、AI ボイスを選んで、リアルで自然な AI アバター動画を作ることができるんです。で、これは簡単な話、えー、原稿を読み込ませて、あとは AI アバターが原稿を自然に読み上げるといったことが可能になります。で、おそらくこの動画をご覧の方にも詳しい方がいらっしゃると思うので、 同じようなアプリとして、シンセシアというものをご存知の方いると思うんです。こちらですね。これも、え、原稿を読み込ませて、AI アバターということで、俳優さんに読み上げてもらうっていうような動画を作ることができる。非常に高品質なんですね、こちらも。で、シンセシアも、この文章を AI アバターが読み上げて、本物の人間が話しているような AI アバター動画を作れるんです。で、私も試した経験があります。で、確かにシンセシアは非常に高品質なんですよ。ただ、ちょっとネックなのが価格なんですよね。 価格がこちら、えー、手ごろではなくて、パーソナルプランでも月額30ドルかかるんです。で、このプランで1ヶ月に、えー、10分ですね、10クレジットと、1クレジットが1分分なので、10分分の動画が作れるということなんです。確かに人を雇うよりは安いですが、それよもなかなか気軽に試せないですよね、えー。10分間の動画を作るのに30ドルかかるということなので。 で、それに対してピピオはどうなんだっていうことなんですけども、ピピオに関してはですね、こちらをご覧ください、えー。料金ですね。プレミアムプランっていうのがあります。で、月額20ドル、えー。1ヶ月間に25分分ですね。25分分のクレジット。1クレジット1分分なので、25分分の動画を作成することができます。ただ、これを見てもあなたは、えー、ちょっとまだ高いんじゃないのって思うかもしれません。で、この動画をお届けしている現在、さらに安くピピオを手に入れることができるんです。それをお伝えします。それがこちらですね。えー アップスーモというこちらのサイトで購入すると、この先ほどのこの PPO ピピというのをたった49ドルで買い切ることができます。1回払うだけで購入ができるということですね。で、この買い切りの意味について説明すると、通常 PPO ピピを契約した場合は、先ほど見ていただいた通り、これですね、通常の場合は毎月20ドルかかると。で、1年間契約した場合は20ドルかける12ヶ月で年間240ドルですね。 で今の米ドルのレートで換算すると、1年間で3万1380円ぐらいかかります。はいまあ、大体3万1400円ぐらいですかね、えー。そのぐらいかかります。ただ、今回このピピオをアップスモで購入すると、たった49ドル1回払うだけでピピオを購入することはできるんです。わかりやすく説明すると、えー、例えばティア1ですね、えー。いくつかプランが用意されているんですけど、 これ一番安い Tier 1という49ドルのプランの場合は、1回49ドルを支払うと15分の AI アバター動画を作ることができます。15クレジット。1クレジットが1分分なので15分分の動画を毎月作成できると。しかもこの15分の AI アバター動画を作成できるクレジットが自動的に毎月入手できるっていう意味なんです。だから今月 15, 15クレジット使い切っても来月追加費用なしで 補充されるということなんですねでこれを分かりやすく説明するためにちょっと図を作ってみました。こんな感じですね。通常、ピピオを契約する場合は月額20ドルかける毎月かかってくるんですけども、アップスもで調達する場合は1回49ドル支払うと、今後追加費用なしで、えー、毎月15分分の動画を作ることができると。 ということなんですねでもちろん、このプランっていうのは、いくつも用意されていますので、ご自身の用途に合わせて選んでいただきます。ティア2の場合は、60クレジット分、毎月、えー、補充されます。ティア3の場合は、毎月120クレジット、120分分ですね。だから、2時間分ですかね。2時間分の動画が毎月作れるということです。では次に、この PPO の特徴について簡単に説明させてください。まず、この PPO というのは、たくさんの,このアクターですね、俳優さんが用意されています。で、これは年齢、民族、性別、人種の異なる えー、54人の AI アバターが現在提供されていますで、それぞれ自由にですね、選んで服装というのも、えー、様々用意されていますので、えー、あとは、原稿の読み上げ音声、ボイスですね。こちらが650以上用意されています。650以上。そして、この原稿を読み上げる音声に関しては、日本語を含めた140言語に対応しています。このフィルターのところをクリックすると、ラングエジというところで、 えー、言語を選ぶことができます例えば、えー、英語で動画を作りたい場合英語で解説された動画を作りたい場合は英語を選ぶことができますしまた中国語だとかチャイニーズだとかあとはフランス語だとかドイツ語だとか、えー、もちろんこの日本語ですねジャパニーズも用意されてますこれは俳優の声がどのように聞こえるかのプレビューですここれれはは俳優の声がこれは 俳優の声このように日本語を含めた140言語に対応しますで AI で原稿を読み上げるのではなくて自分で録音した音声を m p c の形式で、えー、アップロードすることもできますその場合は AI 音声を使わずに自分の声をで AI アバター動画を作れるということなんですねこれ後ほど実演してみますねでさらにこの PPO ピピでは AI アバター動画に、えー、音楽を追加したりとか、えー、ミュージックですね音楽を追加したりとかエレメントというところをクリックすると 画像をですね、画像自由にアップしたりとか、あとこうやってオブジェクトですね、四角や丸といったこの図ですね、あとは様々な要素を画面上に追加することができます。動画だったりとか、テキストも自由にですね、追加することができると。で、テキストのフォントも自由に選べるといった感じですね。で、また動画サイズも作りたい用途に合わせて選ぶことができるんですよ。今現在は16対9ですかね、YouTube で使うようなサイズなんですけども、このセッティングの設定のところからビデオのサイズで、 えー、例えばスクエア、えー、1対1ですね、まあ、これはそのインスタグラムとかであれば1対1ですし最近流行ってるような、えー、YouTube ショ,なショートなんかだと9対16とかインスタグラムでもこうで,そうですよねあとはピンタレストとかでもこういった10 9対16ですかねでサイズも自由に変えられるといった感じですじゃあ早速ですね、えー、この PPO を使ってみたいと思いますで今回この PPO を使ってみるんですけどもまず最初にいくつかですね ちょっっととししたピピを使いこななすテククニックも解説しようかなと思ってますで、簡単な話なんですよね。簡単な話として、まずは原稿を作ってみましょう。で、ステップの一つ目は、動画の原稿というところで、動画の原稿を AI で作ってみましょう。で、これはですね、実際ピ、PPO ピで読み込ませるこの原稿に関しても AI で作ることができる時代なんですよね。で、きっとご存知の方も多いと思うんです。チャット g p t 最近騒がれてますよね。ここうういっったサービスを使うことによって無料で 高品質な文書コンテンテツを作ることができますで私の場合はこのカッティブというアプリを使ってるんですけども、まあ、どちらでも構いません。はい、でチャット GPT の場合は例えば、えー、そうですねごぼうの効果効能を教えてくださいということを依頼するとこれに対して、えー、このリクエストに対してごぼうにはいかような効果効能がありますということで こういった文章を自動で生成してくれるんですよね。血糖値の調整だったりとか、便通の改善だとかっていう、こういった、えー、文章を生成してくれると。はいえー、このように、えー、文章が生成されましたで。先ほど作った動画の原稿をそのままピピオに貼り付けます。はい、貼り付けました。で、3つ目のステップです。ピピオで作りたい動画に合わせて AI アバトルや AI 音声を選びます。じゃあ、例えばですね、えー、そうですね。 じゃあこちらの男性にしましょうかはいじゃあこちらの男性にしますでボイス、えー、じゃあ日本語今回の、えー、文章が日本語なのでラングジをジャパニーズにしますありましたね日本語これははい、これは俳優、はい、じゃあこちらの音声にしますプラスを押しますねであとは、えー、実際にどのように読み込まれるかちょっと見てみましょうかプレイスクリプトを押しますごぼうには以下のような効果効能がありますはいこのように作れましたで4つ目のステップです 背景やテキスト編集をしますじゃあ今回背景だけ変えてみましょうか今あの本棚が背景になっていますがじゃあ例えばそうですね、えー、こういう感じにしましょうかそして5つ目のステップですね編集が全て終わったらこの状態でエクスポートというボタンを押しますそうすると動画の作成が始まりますのでこの今0%なんですけどこれが100%になったらダウンロードが可能になりますはい作成が完了しましたでこちらボタンを押すとダウンロードができます実際に作成した動画を見てみましょうか ごぼうには以下ののよううな効効果、効能があります血糖値の調整ごぼうには食物繊維が豊富に含まれておりまた先ほども述べた通り AI 音声が苦手な場合は自分の声で読み上げた音声を使って動画を作ることもできるんですねごぼうには以下のような効果効能があります1つ目血糖値の調整ごぼうには食物繊維が豊富に含まれており血糖値を安定させる効果があります また糖質の吸収を遅らせる効果もありますのでこのように PP ピピを使うと本物そっくりのバーチャル上の俳優を使った独自の動画コンテンツを簡単に作成できますしかもこの動画で紹介したチャット g p t とかあとはカ u t ブこういった AI ツールを使うことによって動画の原稿というのを AI で作成できるんですねだから全て AI で作れるんです原稿も AI を使うと チャット GPT は無料ですからね。プラスに加入する場合は料金がかかるんですけど、無料ですから、こういった原稿を手軽に作って、また PPO を使って簡単にこの動画を作成できるということなんです。で、もうこの原稿をコピペするだけで AI アバター動画を作成できるわけです。で、先ほどもご紹介した通りなんですけども、サイズも自由に選ぶことができますので、Twitter とか Instagram とか TikTok といった SNS 集客用の動画から あとは YouTube 動画とか、オンライン講座の講義動画、会社紹介動画といった、すべて PPO で作ることができます。で、繰り返しになるんですけども、今、Apps もで購入すると、PPO をたった49ドルの買い切りで購入することができます。この動画撮ってる現在で、あと4日間で売り切れになります。なので、この4日間過ぎてしまうと、機会を逃すと、 えー、この価格、ここまでの低価格で入手できるチャンスは永遠になくなってしまいます。で、そういう子はもう毎月20ドルを払う必要が出てくるんですけども、今現在はあと4日間なんですけども、たった49ドルで買い切ることができると。でち、ちなみにこう言っても不安な方はいると思うんですよね。えー、なんか買って失敗したらどうしようかと、買って損失しないかなと、期待していたよりも品質が良くないなっていう心配、えー、出てくるかもしれません。で、そこでご安心いただきたいんですけども、PPO には6 0日間の返金保証というのがついているんですね。 で2ヶ月間試した上で実用的かどうかを判断いただけます。で、クレジットカードで購入するの不安な場合でも、ペーパル経由で購入できるので、えー、日本から安心してご購入いただけます。とはいっても、まだ、えー、ちょっと購入が怖いなと、海外サイトで購入するの怖いなっていう方も、えー、いらっしゃると思うんですよね。でもしこれをご覧の方で、購入方法が不安な方とか、えー、ご心配の方は、ぜひですね、えー、お尋ねください。 購入方法を解説した動画を別途ご用意しますので、えー、ぜひですね、お尋ねいただければと思います。で、またご質問が他にありましたら、お気軽にコメント欄でお尋ねください。なるべく早く返信をいたします。で、あと4日間なので、それまでに、えー、質問を送っていただければ間に合うんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会にピピオを格安で入手しましょう。では動画をご覧いただきましてありがとうございました。